エネルギーフォーラム社の講演でやっているですね、石川和夫のエネルギーチャンネル、本日は竹内純子さんをお招きしまして、国際環境経済研究所の、研究員でいらっしゃいますけれども、どうも竹内さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、1ヶ月に1回いただいてるんですけど、いつも新しいお話を伺ってるんですが、今日は環境技術とかエネルギー技術の話もちょっとしてみようかなと。そうですね。CCS って皆さんご存知でしょうかね。まあ、一言説明をいただくと。あ、はい、そうですね。CCS って何の略かというと、はい、カーボン、カーボンダイオキサイド CO2 ですね、をキャプチャー捕まえる、要は発電所ですとか製鉄所のような非常に大きな排出源の近くでですね、もうその煙突から出る CO2 を分離回収してしまって、それでストレージ地層に埋めてしまうという、そういう技術開発が今進められてまして、埋めてるというか押し込んじゃうっていう感じです。圧入っていうふうに、まあ、これ何メートルぐらい下なんですかね、これ。何メートル下かというのは、そのここも苫小牧もですね、実は2本井戸を掘ってまして、はい、浅い方、そのちょっと浅い方は1000メートル前後なんですけれども、はい、深い方は3000メートル弱ぐらい。3000メートル、はい、そうしないと上がってきちゃうということなんですかね、まあ、空気よりは重いですけれども、上がってきちゃうというよりも何でしょう、地層の中に、はい、砂岩という、まあ、砂でできた、はい、まあ、空気とかがこう入りやすい隙間の多い地層があって、はい、でその上にキャップロックのような、うん、その泥の層でできたような蓋がないと、ちょっと地層的に、まあ、埋めても出てきちゃう。じゃあ結構あちこちできるってわけじゃないんですね。これって実は世界であちこち期待の技術なんて言われてますけど、どうなんでしょう、実際に。一時期かなりね期待されて、まあ、でもIEA のレポート、IPCC のレポートなんかですと、はい、2050年時点でまあ大体 12% ぐらい、2060年まで累積 14% ぐらいの CO2 を今ある、これから排出される CO2 の 10% 強を CCS で、はい、地下に埋めてしまうということによって、うん、まあ、2度目標なんとか達成しましょうみたいなことが言われていて、可能なんですかね。やっぱりコストが非常にかかる。なるほど。で、EOR といいまして、はい、またすいません CCS に並んで、はい、英語3文字が出ちゃいましたけれども、EOR といって原油油田とかで、はい、まだ穴が開いてて、はいはい、でだんだんこう圧が弱くなって石油が出づらくなってきた時に、ね、はい、やっぱりガスとかを入れると、まあ、こびりついてたものも出てくるみたいなところがあって、はい、そうするとこう原油の取れる率、掘れる量が増えるっていうので、そういうのであるとコスト的にも割と優位なんですけど、これ単体では難しいってこと。日本ですとやっぱり原油の油田もないので、これ単体でやらなきゃいけない、うん、カーボンのプライスもついてないわけですからね。これ歴史長いですよね、うん、歴史長いっていうか、はい、今竹内さんがおっしゃったようなところまで来るのにすんげえ時間かかって、30年前に私が昔の組織に入ったんですよね、うん、その時に CCS 振興協会ってなったんだよ。できたんですか。いや、できたじゃなくて、あったの。あったの。信じらんねえよな。30年前早いですね。CCS 振興協会っていうのがあってね、当時通産省にあって、はい、今名前変わっちゃったんですけど、当時からこれやばっちいなっていうふうに役所の中で言ってたわけ。なんでやばっちいなって言ってたかっていうと、はい、作ったはいいものの、はい、できねえんだわ。とにかく。お金がかかる。だって、彼女言ったじゃん。だって、はい、未だに金かかるって言ったじゃん。うん、当時はもっとかかるって言われてたよね。なるほど。でもさ、作っちゃったじゃん。はい、財団法人だか社団法人か。あと世界で変な期待がまだ続いてるわけですよね。世界で期待が続いてるわけですよね。IPCC レポートの6でも出てき、あ、5かこの前は、まあ、この前でも出てきましたからね。CO2 を2014年とかには CCS 特別レポートなんかも出てますね。はい、まあ化石燃料ってのは地下から掘ったものを燃やして CO2 が発生するわけじゃん、単純に。それをまた地中に戻すっていうのはまあそれはそれでいいのかどうかわかんないけど。いいのかなと思うんですけども、金がかかるっちゅうので。あと他に問題とかありますかね、環境改変とか。やっぱりこれ何重にもやっぱりバリアがあるというか、はい、ハードルがあるなと思うのは、やっぱり今石川さん言ってくださったみたいに、この実際使うとなったら、はい、やっぱり近隣の住民から地下に埋めて CO2 埋めちゃって地震起きないのとか、そういうようなことを、うん、やっぱりどうかした、いや大丈夫ですか。
そういうやっぱりご心配があるので今ものすごいモニタリングをやって、うん、その微細振動、うん、本当に普通体感有感地震だけではなくて微細な振動もこう検知するようなモニターをすごくたくさんつけて、実際に起きてるんですか？起きてないんですね、はいはい、なんですけど例えばこれ苫小牧でやる前に長岡、新潟の長岡沖とかでもやってたんですよ。長岡は油田の跡がありますからね。そうそう、またそれでもっと規模ちっちゃい形で、うん、今の苫小牧は1年間でだいたい10万トンぐらいCO2 埋めましょうということを目指してるんですけど、うん、もっとちっちゃい規模で長岡でやってたんですけど、中越地震が起きた時か何かに、うん、やっぱりこれがその CCS のせいではないかみたいなことが議論になったりするっていうところがあって、やっぱり人の不安っていうものがどうしてもここを突っかかるところなので、な、まあ、コストの問題に加えて社会的重要性も相当厳しいだろうなと思います。まあでも今 CO210 万トンっていう、まあ一つの通信が出たけど、うん、10万トンってさ、ね、重いよな。けれども日本って億単位ですよね、確かに。そう、14億トンなので、まあ、世界はもっとすごいんだけどね、うんうん、そう、まあ、一応なので、なんだろう、2005年とかから8年ぐらいにかけてやった調査ですと、はい、日本の周りに大体日本が排出する CO2 の大体100年分ぐらい貯留するキャパシティはそうありそうだって言うんですけど、コストの問題と今言った社会的重要性でそれが実現するかどうかってね、すごい難しいだろうなとは思います。炭素税とか炭素価格がボンボンボンと上がっていけば実用かもしれないですけど、そうですね、ちょっとまだ先なのかもしれないですね。だけど CO2 が増えるっていうことで大気に放出して温暖化温室効果をもたらすので、大気に放出しないために、まあ、原子力の使用済み燃料じゃないけど、うん、そのちゃんと管理をして、まあ、ある意味 CCS にするっていうのは再処理して、それで再処理っていうか処理して埋めるっていうことなんだけど、もう前から思ってるんですけど、まあ、確かに大気に放出してね、温室効果っていうのはそれは問題かもしれないけど、はい、でも固定化して地中に埋めるっていうことなんかいいねと、なんかこう光合成技術みたいなものがさ、うん、そっちの方が僕いいような気がするんですと思ってたんですけど、うん、もっと金かかるっていう、うん、CCU っていうのも期待されたんですよね、ユーズね、うん、ユーズ、そうそうそう、なんですけどやっぱりもっとお金かかるっていうので、そう、ね、はい、そういうことです。だからこれなんですか、実際にこれが敷地なんですか。はい、そうですね、あんまし大きくないですね、まあ、当たり前ですよね、小さな化学プラントみたいな、まあ、近くにこれ石油タンクが見えるので、だいたい皆さん大きさをこうイメージできるかなと思うんですけど、意外と小さいんだよなこれ、うん、意外と小さい、意外と小さいな、ね、うん、これね。でね、なんかびっくりしたのは圧入性、圧入する井戸の入り口って、はい、私CO2 をこう押し込むのですごいブシューっていう音とか、うん、振動とかしてるんだと思ったら、うん、ものすごい静かです。あ、そう、あ、全然音しないんです。で、今止まってるんですかって聞いたら、うん、あ、そう、圧入性こういう字書きます、圧入の井戸ね、そう、なんか止まってるんですかって言ったら、いやいや今入ってますけどこうやって静かなんですって言われて、あ、行ってみないと分かんないこともあるなぁと思って、うん、なんかすごいボー、うん、ボワーとかすごい大きな音がしてそうな感じはするんだけど、静かなことですね、すごく静かでした。苫小牧、苫小牧涼しかった、涼しかったですね。でもそんなに東京とか、あと他のトラブルっていうのかな、住民の反対もこの実験にはあったわけです。さっきの話のこの実験に関しては住民の反対はあったんでしょうか。ここではそんなにないようですね。ただやっぱりすごく情報公開に気をつけていらして、苫小牧の市役所のところで今累積で何トン CO2 埋めましたとか、今何トン稼働してますみたいな、もちろんホームページでも見れるんですけど、リアルタイムで苫小牧の、市役所でこう開示をしたりして、はい、こう住民の方にこう一生懸命こう情報提供するっていうようなことはやってらっしゃいましたね。なるほど、土壌が変わるとかちょっと素人質問なんですけど、そんなことも、まあ、モニタリングで研究してるわけですよね。まあ、今はモニタリングの段階なので、何かが起こるかどうかっていうのを一応ウォッチをしていると、多分起きないと思う、まあ今ね、そうですけどね、はい、そうそう、こういう話、こういう CCS のね、二酸化炭素をこう封じ込めるっていう云々で、このコメントでですね、エネルギー政策も選挙の公約で路線変わる、まあそれはちょっと分かりませんけども、本当はだから例えばさ、選挙の論戦とか言ったら、うん、まあ地方議会でも国会でも CCS は多少細かいかもしれないけど、化石燃料どうしますかとかね、うん、
言うのが盛り上がっても本当にいいとは思うんだけど、全然そんな気配がなくて、はい、で実は20分ぐらいまたその話をしましょうかということなんですけれども、はい、それで、まあ、今ね政局っていうかもう政局が終わったのが解散しちゃったからね、あの10月5日公示で明日公示ですので、まあ、明日までにあの小池さんが立候補するかどうか、明日公示だから立候補しないと、届け出ないと立候補しないので、多分想像すると第2党、自民党の次の党は希望党だと思うんだけど、党首が国会議員じゃないと、一体誰を首班指名するんですかっていう根本的な問題にぶち当たるんですけど、まあそれはさておき、エネルギー政策はあれだね、なんか一時期その原子力ゼロだの再生エネルギーやりましょうだのって、前ぐらいの選挙では結構盛り上がった嫌いもあるんですけど、今回はあの最初小池さんは原発ゼロの工程とかなんとか言ったんですけど、消えちゃったんでしょ、政策協定書全文っていうのが出てきたんですけど、ちょっとなかったですね、消えちゃった。あのただまだ取り下げていないけど曖昧にしてるんですね、彼女らしく。あとね、面白いのはね、あの原子力ゼロって叫ぶともちろん話題になるんですけど、原子力ゼロをやめたっていうのも話題になってて、はい、面白いのはですね、これ産経新聞なんですけど、今朝7時4分の産経新聞のネットの配信記事で、鹿児島産区ですね、だからあの九州電力の仙台原子力発電所がある西の方ですね、だと思うんですが、鹿児島の西ですね、希望の党が衆議院選で掲げる、まあ、予定だった2030年原発ゼロについてですね、その鹿児島産区から希望党で出る野間さんという方がですね、野間武さんというのかな、野間健さんか武さんかな、健康の健とか言って、野間武さん58歳はこだわらないと、この理由はですね、原発がある地元の議員として自分の主張を述べていきたい、仙台市薩摩仙台市は原発によって雇用の場があり経済が回ってる、2030年に全部止めるという意味ではないとおっしゃったと。あのこの方比例復活なんですけど大丈夫かなって思ってしまいました、ね、だけどね、僕思うんですけど、はい、あのこれいろんな議員さん候補者の人にね、議員さんとかに聞くと、うん、やっぱり演説でわざわざ原子力を推進するとは言いたくないと、うん、だけど原子力をそれなりにまあ必要でしょって言ったところで、うん、2011年の時はさすがにそうは言えなかったけど、今はねもう5年以上経っちゃってるもんだから、うん、それを多少言ったからっつって、別にその票が減るだとか、なんか抗議の電話が反対派から多少かかってくるってのはあるかもわかんないけど、それでなんかその票をたくさん落とすだとか、マスコミになんか変なの書かれるっていうことはまあないというのばっかだよ。だからなんかあれなんじゃない、原子力をさゼロにするとかなんとかっていうのはもう争点にならんのじゃないかと、うん、ただ小泉さんとかね、うん、華やかな方があの動いてくれます。いや僕ね思うんですけど、あれ小泉元総理大臣、うん、小泉純一郎元総理が原発ゼロって言ってるのはやっぱりさ他に言うことないんじゃない、ね、暇なのかてかね寂しいんだと思うんだよね。寂しい、いや俺寂しいと思うよ。なるほど、まあ確かに。で原発ゼロって言ったらわーっと盛り上がったじゃない。あ細川さん忘れちゃってました。細川さんもそう、いや細川さんもそうなんだけど、うん、それはねやっぱりも総理大臣やったようなさ、毎日毎日そんなみんなに追っかけられた人がさ、うん、またそれで追っかけられたったらそれは気持ちよくなるんじゃ、気持ちよくなるんじゃないの。そうですかね、うんうん、だからまああんまり気にしないんだけど、ただマスコミの一部ね、あの小泉さんのファンがいるもんだから追っかけてそういうふうにいろいろ書くんだけど、ああいううちなんか東京新聞撮ってっからさ、そういうの結構あるわけよ、うん、原発ゼロがどうのこうのって記事を一生懸命書いてんだよ、うん、記事でもう見てさ、なんか前ついこの間まではバカたれとか思ってたんだけど、最近かわいそうになっちゃってさ、うん、もう新聞記者の人もさなんかネタ面白くないですか、新しい話がないんですよ。 そんな記事書いてさ、うん、読んだってさ景気よくなんねえじゃんって話なんだよ俺、うんうん、なんか世の中いいことあるのかっつうさ、あと、うん、もう一個批判しちゃいましょうか、あの環境更新、これもびっくりしたんだよ、竹内さんもフェイスブックで書いてたけど、あの今朝の日経だよね、日経の一面の方ですね、あの環境更新国日本脱 CO 中先頭から脱落、再エネ普及でさ、あの実は日本の電力グリーンでなくなってるって言うんですけど、当たり前じゃん、だって原子止めてんだもん、止まってんだからって思った、当たり前ですそんなもんね、どうしたのこれって感じですよね。でも日経さんもね、日経新聞さんもいろんな人がいるんですけど、日経新聞なんだからさ、はい、あんまり変なこととか数字の計算が合わないことはあんまり書いてほしくないですね、日経さんはね、はい、だってね、あの CO2 減らない理由に、まあ、一行だけなんかこう原発が止まっていることも原因ではあるが、いやそれがメインなんですけど、あらみたいな、でもあのはっきり言ってそれだけっていうか、単純に増えたのは、うん、
原子力発電所を止めちゃって、はい、天然ガスと石油と石炭を燃やしてると、まあ、いうことなわけですよね。まあみんな分かってますよね、はい、ってここに来る方なんですよ、はい。なんかこの前ね、あの新潟の柏崎にの女性の会に呼ばれて、はい、まあ、これからエネルギー あれ女性の会だったの？女性の会、まあ、でも男性も講演会だったの？そうそう、 女性の会って聞いてたら意外と男性もいらしてたりしたんですけ ど、はい、まあ、地域の方たちの勉強会に呼んでいただいて行ってきたんですけど、やっぱり東京でまたね、なんかまあ小池さんがその小泉さんと、まあ、あの原発ゼロで共闘しますみたいなことをちょうどおっしゃった後だったので、はい、なんかこうすごいこう心の檻のように、なんかそういうのがボディーブローのように効いているというかね、うん、なんかこうここの先ほど読んでいただいた、ね、はい、鹿児島の野間さんの記事でも、はい、薩摩川内は供養があるから別に廃止訴えてるわけじゃないんだみたいな、あの、ね、コメントになってるんですけど、はい、なんかね、自治地域の方たちとお話ししてると、はい、なんか雇用がなくなって困るからとか、うん、そうじゃなくて、原子力ってあの、うん、まあ、安い電気を供給する、安定的に自給率を上げる、はい、で環境、まあ、温暖化という点では、まあ、環境に、ね、いいと聞いていたからそれで協力してたんだけれども、そこの理屈って違くなったのっていうような、こうなんて言うんでしょう、本当にこう意義を見つめ直してる、そういう感じで、なんか雇用がなくなるからとか地域が困りますっていうようなことをに歪償化しない方が本当はいいんだけどな。だから大義だよね、大義、大義が変わったんですかとか、大義は嘘だったんですかみたいに、それは思いたくなるよ、地元の人はさ、だって協力してんだもん。あと別に科学的事実は何が起こっても変わんないですからね。あとこれもね、僕は、3年ぐらい前に柏崎市でね、うん、講演したんで、竹内さんと同じ場で喋ったかどうかちょっと分かりませんが、柏崎市の、うん、まあ、真ん中で喋った時もそうでしたし、それから原子力の一地域で何回か講演させてもらって、まあ、僕はどっちかというと社会保障で講演してるんだけど、やっぱりどうしても話しちゃうわけよ、エネルギーのね。その時にいつも言ってるのは、あのこれみんな知らないんだけど、あの政府の担当の例えば資源エネルギー庁とかってあるじゃん、経済産業省とかって、原子力をこうやろうと政策として掲げてるところの人間は地元の人に感謝してるんですよ、うん、これみんな伝わってねえんだよな、うん、政府の人は感謝してんだよ、みんな。もっと大きい声で言わない、本当に。いや、だから今大きい声で言ってんだけど、うん、あのね、これが伝わってないんだよね、うん、でそれを言ったわけ、普通に僕は柏崎で、はい、したらね、なんかね、感激されて、うん、まあでもそうですよね。だから俺言ってねえのかなと思ったの、そのただ、ね、大臣とかが言ってさ、あの政治家は言わないですよね、官僚の方とあの一般の方ってツークッションぐらいあるじゃないですか。確かに官僚は一般の市民の人の前で話しないで、役所の、例えば県庁とか市役所の人にも話をするんだよ。だその人にはありがとうございましたって、それはあんた言うわ、社交辞令で。だけどあれだよ、あの省内で少なくとも、まあ僕がいた頃ですよ、ね、ちょうど原子力でこうやるとかなんとかって言ってから、これは、ね、ダムもそうなんです、水力ダムもそうなんですけど、立地なるじゃん、あのこれあの九州の地熱発電所もそうなんだけど、地元が合意したっつって誰に感謝するかって言ったら電力会社じゃなくて地元の人なんだよ、で本当にみんなで俺だよありがとうございましたっていうふうに、ただそれを直接伝える機会がないっていうのは残念だけども、ただまあそうなんだよ、電力事業者として僕はずっとあの福島とか新潟ありがたいなってずっと思ってますけど、ね、東京人としてですね、うん、いやだからね、まあ、橋本徹さんとかね、震災後にいろいろ原発見直しだっておっしゃった方がね、はい、本当に言わなきゃいけなかったことって、まず、はい、今まですいませんお世話になりました、ありがとうございますと支えていただきました、ね、はい、じゃあこれからちょっと、じゃあ将来は別として考えましょうかっていう言い方をしなきゃいけなかったはずで、やめろとかなんとかねそういう言い方をしたのって、もう本当に人としてどうなんだろう、ね、でなんか未だにこうちょっとなんかね、あの政治の世界では原発ゼロ、けれどもあれ感謝しろって堂々と言ったの石川慎太郎さん、石原慎太郎さんとかやっぱりちょっと変わった方になっちゃうわけですよ。でもね、例えば原発ゼロにしても、はい、原発ゼロっていうのを掲げるってことは、うん、僕のセンスなんかでするとですね、他にないのってことなの。つまり、ね、だって景気とさ、社会福祉、社会保障じゃないせいだと、この日本柱だよね。で、うん、日本の場合こんなもんさ、社会に説法みたいなもんでみんなしてると思うけどさ、うん、とにかくないんだわ、財源が。だから年金もね、うん、その景気でもってデフレの時には下げなきゃいけないとか、まあインフレの時は上げるんだけどとかさ、その保険料足んないじゃん。で医療もさ、
後期高齢者医療制度で大変だとかなんとかって介護なんかさ大変じゃん、うん、そっちのことを話題にしないで原発ゼロっていうのはやっぱさ聞こえがいいんだよね、うん、あのなんていうの叫ぶと誰も反対しそうにないような話なんだけど、まあ声は通るように見えちゃいます、ね、だけど医療費の合理化だとかさ、例えば10回病院に行ってますと、なんか怪我して10回のところ8回にしてくださいとか、うん、2割2回3回減らしましょうとかって言わねえんだよな、あの要するに痛みだからさ、誰の痛みかって言ったらさ、お医者さんの痛みでもあるし、まあ、患者が痛いかとか知らないけど、なんか痛みに思っちゃうと、うん、そういうようなことは言わないんだけど、政治っていうのはさ本来さ、うん、言いにくいことを言うのが政治なんじゃないかと思うんだけど、それだと当選できないでしょうね、うん、これからますますね、この前の回で取り上げさせていただいた2050年、そういうこう将来に向かって考えていくと、これから人口減少で、要は今まで右肩上がりの社会だったものが、どんどんパイがちっちゃくなっていくっていう、そういう社会になるので、はい、うん、ますます痛いことをこそ言ってくれる政治家を選んでいかなきゃいけないんですけど、このなんか全然選挙戦になると嫌なこと、そうだから例えばね、自民党がね、うん、ほら、どうぞどうぞ、ね、これ冷たいと思うんだけど、すいません、あの冷たいって温度がだよ、そのなんだっけ、自民党がこんなことやりましたって自民号外っていうのを出したわけよ、うん、自由民主党の名前でこんだけそのアベノミクスでいいことありましたと。でそれはそれでいいんだよ、だけど俺ねブログとツイッターで書いたのは、それは分かりましたと、だけどあんた方といいことばっかりじゃなくて、例えば2014年4月1日に消費増税したんだよ、5から8に。その後何ヶ月か景気は下がったんだよ、下がったら今ようやく上に上向きだなると、うん、だけど上向きになるのばっかり取られるんじゃなくて、下がった時に消費、それは消費増税のせいで、だけどそのためにどんな対策をやったと、だから今度もそうやりますと、別に増税するだとかって話じゃなくて、まあしてほしくないんだけど、だけどそういうことじゃなくて、増税するとこうなるよっていうさ、耳の痛いことも言わねえとさ、言わねえじゃん自民党の候補者もさ。それはね、例えば小池さんのことがどうのこうのだとかさ、前原さんのことがどうのこうのとかって言えねえよ自民党の候補者だって、まあ、と俺は思うんだけど、皆さんどう思いますかね。というわけで今20分経ったので、ちょっとね、前回もそうだったんだけど、うん、もう選挙期間に入るので、うん、あの支持政党のアンケート調査ってちょっとね、8択 ?7 択ぐらい、いきなりの、はい、7択だそうでございまして、皆さんちょっとねボタン押しが、はい、あの今はねやるから、はい、まあこの番組だから多少ね、真ん中よりもちょっと右に寄った人ばっかりだと思うんだけども、名前変わっちゃいましたね、だいぶね、立憲民主党すごいね、もともと日本は立憲なんじゃねえかと俺は思うんだけども、どうもそうでもいいみたいな、いやでもこれがすごい受けてるみたいですね。一部の方にはですね、枝野さん頑張れなってんだ今ね、そうなんですか、まあ方眼びいきっていうのもあるでしょ、うん、はい、皆さん用意ドン、はい、行かないのはないの、うん、そうだね、希望がゼロ、ええ、まあ募集団が数百だからかもしれないですね、ああそんなもんなんだろうな、ネットの人気は相変わらずだな自民党、あその他諸派が15と、おいその他諸派ってさ、おいこれ社民党が自由党になっちまうぞこれ、おい維新を忘れてた、あ維新忘れた、だからかもしれないですね維新の皆さんごめんなさい、けれどもまあこんなネットはこんな感じ、ごめんあのねちょっとこれなしにして、あと20分ぐらいしたらもう一回やる維新入れて、ごめんもう一回やる、はいこれはなしで、ちょっと本の紹介、はい、先週も紹介したんですけども、東大の有馬先生がお書きになった本が、はい、これは僕は読んでしまいました、これは皆さん読んだ方がいいです、で、はい、ちょっとこれエネルギー温暖化だけじゃないですよね、はい、あのよくまとまってました、ちなみに竹内さんの本は読みました、はい、私は、はい、あれも読んだ方がいいですよ、皆さん今読んでる途中です、ね、大変勉強になりますし、結構未来系なので面白い、今から環境の話するんですけど、アメリカはボコボコボコ減らしちゃったんですよね、環境の研究予算なんですけれども、エネルギーとですね、大丈夫かなと思ってはいるんですけれども、だけ どそんなにさ、まあ、日本とアメリカって距離が遠いからかもしれないけど、そんなになんか、うん、あの大きな混乱っていうのは聞こえてこないな、まあ、予算では、むしろじりじりなんか来そうな気がしますね、有馬先生の分析、あそう、もう僕の感想ですけど、むしろ私なんかまたトランプさんが今日余計なこと言っちゃったんで、あのプエルトリコでさ行った時に大したことない、大したことねえとかなんかまた変なこと言っちゃった10人ぐらい死んでんですけどもね大したことあるじゃんかよ、もう 人がさ何人か亡くなったら、いや人が死んじゃった場合は言っちゃいけないですよね、うん、まあ怪我でもよくねえんだけど、とにかく災害についてはさ、まあそれダメだよそれね、これとまた絡んじゃってる感じがしますよね、あの温暖化問題と、
うん、けれども、まあ、有馬先生も言ってるように、あの経済の動きは変わらないけれども、ちょっとじりじりなんか効いてきそうな気もしますよね。つまり予算ボーンって減らしちゃったとか、ただね、そうは言ってもね、から逃げ出しちゃったとか、そうは言っても今日の株価っていうのはね高いんですよ。あれ、昨日もさっき2万円超えててね、うん、結構なってきて、それは、も強いですね、はい、そうそう、それは実はね、日本がいいとかありじゃねえんだよ、うん、アメリカの動向にこう引きずられた、逆もあるんですけど、だけど大概は日本はアメリカに引っ張られてる。だけどね、そこまで細かく分析する人ってあんまりやっぱいないわけで、みんな新聞の見出しだとか最終的な株価を見るわけじゃん、うん、そうすると安倍政権よくやってんなってなるんだよ。こんな時にあの希望の党がポストアベノミクスとか言ったって俺から言わせるとおめえメニューねえぞと、預金封鎖とさ、出飲みとさ、あと誰も合意しないさ、独善的に規制緩和大幅にやっちゃうとかなんとかっていうことで、そういうゲテボロだったらさ、メニューとしてあるけど、おそらくないでしょ、出飲みとか預金封鎖とか、うん、あ、預金封鎖とかさ、預金の課税とかさ、ないじゃん、そういうの。そうなると、まあちょっとポストアベノミクスとか言ったってさ、ただちょっと雰囲気で世の中動きそうな感じではありますよね、はい、最近ですね。アンケート、あ、アンケート OK、 はい、まあ、でもいいっす、はい、どうぞ。どう、でも有馬先生のこの、はい、どうぞコメントを、もう一つね、ちょっとこれ吉田氏、せっかくなので、はい、なんだろう、このアメリカがどう動くかっていうのをね、へーって言って勉強するだけではなくて、そこから日本が何学ばなきゃいけないかっていうのが多分あのメッセージとして強いんじゃないかなと思ってまして、はい、やっぱりこう日本はパリ協定で2030年にマイナス 26%、うん、2013年と比べて、はい、でこれ掲げてるわけじゃないですか、はい、でアメリカは抜けちゃいましたと、うん、で、まあ、EU とで、まあ、中国なんかの目標は、まあ、目標っていうよりもあれ天気予報みたいなもんですからね、うん、つまり当たんねってことだよ、うん、だからこう、いや当たんねっていうかね、うん、2030年にはピークに入ります、はい、だからそれまでは増やしますっていうことなんですよね。なるほど。でどんな経済予測見たって2030年頃には中国の経済はもう成長、まあ、行き詰まって減少傾向に入るってみんな分かってるわけなので、はい、これを目標として出している国と、もう今からどうやって原発再稼働、定年延長して20から 22% 賄ってもらい、再生可能エネルギーを22から 24% にまで増やすと言っている日本と、目標達成の難易度ってめちゃめちゃ違うんですよね。なるほど。この中でどうやって日本って生きていくのかっていうのを、これ本当に考えないといけない。割と2030年で明日なんですからね。まあ僕は思いますけどね、日本の政策のメカニズム、意思決定とかね、うん、いわゆる世論とかなんとかってことを考えると、うん、あのさ、東京にいる大手のさ、テレビ局と新聞社の人が真面目に考えるのが一番手っ取り早いよ、うん、政治家や官僚が考えたってね、所詮ね、大手のマスコミの人が考えないと、あの考えないとっていうか、そういうことをちゃんと報道あのバランスよく報道しないとダメになりますよ、はい、経済が失速するとあのテレビ局の収入だって減るんじゃないですか。新聞だって今ただでさえあんた減ってんだからさ、買わなくなるよみんな、あんたってなこと考えるとさ、バランスある報道をやって、あの家計問題だとか森友だとか面白いけど、あの面白いかな、もうちょっとなんだっけ面白い問題かもしれないけど、はい、まあ皆さん詮索論争ねっていう、はい、どうせ今回もさ、あの大衆討議の選挙になると思うけど、はい、毎回なんか切ないけど面白いね、そう思いますよ、選挙のために僕はね、はい、本当です、うん、ただエネルギーがちょっと今一つ論点じゃなくなってきたかなっていう感じはしますね。はい、というわけでさっきのごめんなさい、ちゃんと9択、7択を入れた、8択を入れたアンケートをごめんなさい、皆さんもう一回お付き合いください。はい、選択肢、はい、8択ですね。他にはないよね。他には諸派、大丈夫、うん、もう自由党と社民党、ごめん、諸派、あ、諸派、社民党入っちゃってますよ、ここに。え、入ってる、あ、本当に入ってる。石川さんはどこから出るのかという質問、結構何回か来てますよ。嘘、出るって何この議員に俺はね、1兆パーセント出ねえよ、はい、ドン。あ、やっぱ同じだね、希望ゼロだね、やっぱ維新は2割、うん、維新は、自民党の65は高すぎだよ、これ本当にさ、うん、ちょっといくらなんでも。だけどまあこれ一つのね、この番組のその結果だと。だ、そうですね、だエネルギー問題に、エネルギー問題にすごく割とご就寝の方々のその希望、うん、っていうのはまあこういうようなことという、まあ一つのまああなた参考指標ですからね、はい、
ということでありますけど、しかしさ、希望の党もいろいろ言われててさ、なんか失望とか野望とかさ絶望とかいろいろ言われてるけど、はい、マスコミってそういうのが天才的だなと思うのは、例えば希望の党に入れなかった人は希望に見放されたとかね、うん、もう希望がないとか、本当にねもうあれがマスコミだけすごいテクニック、ね、あのダジャレっていうかさ、うん、あれマスコミの人の才能ってのはすごいなと思って、うん、毎回笑ってるよ俺は、はい、本当にね。そうなんだけども、そうだ、それで、次の話題中か、まあ、同じような話題なんですけれども、今日は、もう一個俺言おうと思ってたのがあんだよ、うん、あの東京電力のですね、うん、柏崎刈羽原子力発電所ついにですね、原子力規制委員会、正式に合格書の、その根拠となる審査書を出しましたと。福島第一と同型って言ってますけど全然違いなくて、福島第一と同型じゃないでしょう。そうです、 ABWR と BWR って全然違うんですよね。いや、これ日経新聞ですね、まあ、またがっかりしちゃいました、まあ、っていうだけですよね、うん、はい。それでただこの後は原子力規制委員会の合格を出した後に今度は地元の同意というのがあって、うん、これはあの地元の同意というのはもちろん市町村もありますが、最も山場になるのは県知事さんですね。だからこの場合には新潟県の米山知事の米山さん、まあ、同意と。なんか、ね、ネットアイドルになっちゃったんですけど、マイナスの意味でですね、あれね、米山知事のツイッターってね、まあみんないろいろね、バカだなこと言ってるけどね、あれね、米山さんのツイッターの文章読んでみ、うん、意外とじゃない、ちゃんとしてるよ。え、そうですか。思想的には合わないけ ど, なるほど、思想的には僕は合わないけど、はい、彼が言ってることはそちら側の人から見たらそれは大したもんだと思うよ。そちら側っていうか、別に変な意味じゃなくて、僕は自分と相入れないよ、うん。ただですね、なんか彼まだゴールを見てない、示してないじゃないですか。この銅原子力については極めて曖昧だよね。曖昧にしてますよ、ね、だから言えないんだと思う。ちょっとずるい感じがしますね、うん、ご存知の通り我々を散々あのここで話題にした泉田先輩、あの、石川さんのですね、あ、泉田元知事はあれ出るんだか、で原発肯定しちゃいましたよね。何やってんだ。で自民あれ新潟5区だっけ、はい、結局出ることになりました。いや僕ら個人的にはですよ、個人的には応援するよ。そうですか、応援する。変わった人であります。あ、もうね、はい、僕はね、自民党とか希望の党とか政党関係なく応援する人は決まってんの、うん、あのお金も出す、寄付金、大した金額じゃないけど、うん、ちゃんと寄付はする。それはね、政党あまり関係ない。僕はそれは先輩だからっていう意味で、先輩とかこうやって、もちろん人間関係、うん、でこの人間関係あってもこんなろくでなしなら出さないってやつもいるけど、この人を応援したいっていう議員は何人かいまして、泉田さんはその中に入るんですか。まあ今のところ精神的応援俺もそんなに稼ぎがねえもんだからこんな金出せねえよ。女もさ2000円とか言われてる。ただですね、2000円おめえな、2000円じゃな足しにならねえお前。ただ泉田さんあれだけ大騒ぎしたじゃないですか。それで原発肯定とか言って、まあ、民進党の議員よりはひどい、まあ、マシですけれども、確かにあの人嘘はついてないんですけど、ただ民進党の議員さんね、今回希望の党に 何百人200人だっけ、100人だっけ言ったでしょ、はい、あれさ、あのみんな特定秘密保護法と安保法、あ、じゃあ安保法制か、うん、安保法制賛成で回ったんだよ。賛成っていうかもう通ってるから賛成もクソもねえんだけど、ただ長嶋先生みたいに初めから疑問を示していた方はいいにしてもですね、ちょっと消せないですよ。今だけどね、政治家ってのはね、僕はいろんなところで言ってますけど、あのお芝居やってるようなもんで、あの俳優で俳優、うんうん、女性議員は女優さんだと思った方がいい。やっぱり人によって言い方変えないと政治家なんかできないと思うよ。そうだけど、だってさ、いろんな人の票背負ってんでしょ、うん、右の人も左の人も上の人も下の人も真ん中もさ、みんなの票背負ってさ仕事してんのにさ、同じこと言ったらさ融通聞かねえで終わっちゃうじゃん、うん、と俺は思、私は僕は思いますが、 あんまり政治家の嘘つきとかなんとかっていうのはね、よほどね、なんかね270度違うとか、それはまあ行き過ぎだけど、今回270度に当てはまりそうな気もしますね。申し訳ないですけど、そうかもね、そうかもね、今回そうかもしれないね。でまだ泉田さんの方が可愛いですよ可愛いって言っちゃう。だけど、ね、僕は思うんですけど、はい、政治家を攻撃するのもいいんだけども、政治家のを攻撃しないと、あのね、うん、議員をね、政治家を許すっていうふうにね、有権者がなったらね、政治は良くなるよ、うん、そうです、もっと良くなるよ、うん、もっと政治家が言いたいことを言うようになるよ、うん、そうすれば議論がもっと深まると思うし、そんな変な忖度してさ、なんか曖昧なさ、奥歯に物が挟まったような言い方の議員ばっかじゃん。あとある政党なんてさ、なんか観光で引いてんだろ。ほんでなんかさ、
なんだっけ、あの音喜多議員と上の、ね、上田さん、はい、お姉様辞めちゃったよね、うん、希望の党ね。まだ決めてないんでしょ、なんか。あ、まだ決めてないの。あの実は明日までが会期なんですよ。会期、はい、うん、都議会会期なんですよ。議会の会期か、うん、真面目ですね、あの二人はね、やっぱり。ただちなみに小池さんも明日会見するんですけど、議会が終わってからです、うん、でも出ないんだろうな、あの衆議院に、うん、出たら、うん、あれだけどさ、分かんねえよ。出たら僕の予想だと、もし小池さんが衆議院に出馬したら希望の党の支持率っていうのはあの下がると思うね。今の、はい、下がると思う。だから一生懸命菅さんがさ、官房長官がさ、出ろ出ろって言ってんじゃん。もうその瞬間出ねえよ。あ、なるほど。普通は挑発してます、ね、ああ出ないと思うけど、だけどどっちなんだろうね、希望の党の候補者の人はどっちがいいんだろうね、あの候補者の人はだよ。まあ自分が受かればいいんじゃないですか、あの人たちはって言っちゃいけないけれどもね。ちょっと悲しい。それを言っちゃおしめえ。そうですね、うん、みんなそうなんだ、自分が受かればいいんだけどさ、はい、まあいいや、はい。まあでも先ほどのね、知事のお話に戻ると、はい、やっぱりこうなんて言うんでしょう、まあ安全協定という形で、はい、まあ本当は知事には法的なね権限はないんですけど、ね、ないわけですけど、やっぱり当然地元の理解が当然なくては、はい、あの原子力発電所みたいなものは動かせないということで、まあ、紳士協定として、まあ、安全協定というものがあるわけですけれども、はい、やっぱりこうそういうちょっとなんて言うんでしょうね、日本ならではのこういうこう習慣的なルールっていうものが、うん、に委ねている部分がすごくやっぱり大きくって、でこういうこう規制委員会の規制には合格をして、でも地元の合意を取れるかどうかわからないというような不安定な状況で、うん、そういうのってそういうカードを持たされた知事の側も、うん、これだって OK 出すタイミング間違えたら自分が政治的批判を石に背負うわけじゃないですか、はい、これってすごい怖いですよね。だから動かさないよ、認めないよってずっと言ってる方が、うん、ある意味こう戦う知事になって楽ですけど、そうそう、うん、そうすると地域が疲弊してくるのもまあ分かるってなると、そうするとちょっと非常にこうも重たいカード持たされちゃった。だからそうで、ね、今のお話も本当に通じるところあるって私なりに復元をさせてもらいますと、もともとこの地元の同意の協定というのは法律ではないと、うん、協定にした理由というのは いろいろあるんですが、私が政府にいた頃にその立場から申し上げますと、その法律にするとまずややこしいというのがある、うん、まずややこしいというのは、せっかく何十年もかけて出したものをいきなりそこでボンとストップさせられるというのは困ると、あの豊洲の市場移転と同じ、あんないきなり飛びちゃダメなんですよ、ああいうものは、うん、だけどその原子力も同じであって、その意味で法律にしなかったという経緯があるのと、もう一つはあの知事との協定、地元との協定というのは前向きな協定なんですよね、うん、こういうことをするからやるんで、あのごめんなさい、発電所を竣工したり発電をしたりするためにこういうことをやるという意味なんですよね、うん、こういうことをやらないと認めてやらないっていう許認可じゃないんですよ。そうですね、だからね、道路交通法ってあるでしょ、うん、道路交通法もそうなんだけど、あれ警察庁の所管なんですけど、道路交通法って何かっていうと、車に乗るなっていう法律じゃなくて乗れっていう法律なんだよ、趣旨は。その代わりこういう信号で止まるだとか、まあ変なところで駐車しないでねだとか、速度はちゃんと標識のあるように守ってねという条件をつけてるだけなんですよ、うん、禁止しているものじゃない、まあ、もちろん免許というのは原則禁止の解除行為なんだけれども、法的にはね、うん、だけども法の趣旨というのは道を開くためのもの、うん、なんだけれども、今おっしゃったように今の協定はさ、うん、許認可に変わっちゃってるんだよな、あんま、バリアに変わってる、うん、あと知事さんが、これも武井さんもおっしゃったけど、知事さんも今の協定のあり方をそのまま踏襲するっていうのは結構しんどいかもよ。ただやぶあの淡々と進めても、そんな今政治リスクがある状況ではなくなりつつあるような気がしました。三田園さんの批判というのは動かしたと、三田園鹿児島県知事ですけれども、何もねえもんな、今なくなっちゃいましたから、ね、鹿児島県知事ね、三田園さんは原子力を反対という立場で当選したんだけれども、何週間も経たないうちに、いや、 やっぱり俺ら地元は必要だみたいな話になって、ただボコボコにされましたよ、確かに。だけどボコボコにされたってやめないからね、はい、任期があるから、はい、大統領制だから県知事というのは、まあ、もしかしたら今後影響するかもしれないですけれども、まあ、でも本当はね、ちょっと東京での報じられ方と現地での報じられ方はかなり、はい、それもあるかもしれないね。現地ではそんなにあれを争点にして選挙戦してなかったんですよ、ね、そこは新潟県知事選とだいぶ違うところなんですけど、はい、東京では三田園さんは反原発を掲げて当選したみたいな報道され方しちゃってたっていうところはね、うん、はい、ありますよね。まあ、ただ確かにその人たちが入ってたことは事実ですけれどもね、だからまああれ
なんで新潟こんな混乱しちゃったのかなって、まあ、東電がやるとかいろんな問題がありますけど、ちょっと悲しいものがあるなという気はします。ちなみにかあの泊原発も今日内定が出たそうです。泊というのは北海道の泊発電所ですね、はい、やばい状況になってたんで、あの北海道で経営的にね、内定というのは、あ、つまり事実上全てはクリアしたということで、今後原子力規制委員会が審議して決めていくということ段階で、事実上内定とか意味不明の報道されてましたけど、説明すると長くなるから、日本語っていうのは便利だよね。なんかさ、あの景気と一緒だよ。やや横ばいと、やや横ばいってなんだよそれとか思って、ね、横ばいって言えよおめえとかさ、ただね、あ、足踏みとかさ、多分ね、あのわけわかんないんですよ。僕も調べたんですけど、原子力規制の認可の方法って、で今多分技術的にクリアしたって意味で説明加えるとめちゃくちゃ長くなるから、技術的合格とかわけのわかんない日本語になったんだと思います。まあ、ただね、それはああいう震災でさ、はい、福島第一は原子事故を起こして、それはまあいろいろあったけどさ、関係ないところまでこういうふうに巻き込んで、合格だの不合格だのね、今の事実上合格とかなんとかって言ってるっていうのはさ、うん、やっぱ日本ってさ、平和っつうかさ、やっぱ裕福なんだね。これさ、な他の例えば途上国だとかね、うん、だったらこんなことできないよ。だからチェルノブイリがあったからといって、うん、ウクライナは旧ソビエトは止めてないじゃない、原子力、他の原子力発電所をさ、はい、いやアメリカでも止めてない、アメリカだって止めてるんだよ、スリーマイルとの後、はい、そうですね、まあ、もう一個の号機動かして、そのお金で稼いで、うん、まあ、賠償費用とかをね、ちゃんと捻出しなさいっていう、まあ、そういう話ですか、ね、うん、チェルノブイリなんてこれぐらいの幅での隣の壁の隣にある原発を動かしてましたからね、私が行ったのは。まあ、だから新潟県柏崎はね、たまたま新潟県で、泊は北海道ですけれども、あの知事さんだとか、はい、市町村長さんという政治家っていうのはやっぱりね、国とちゃんと取引をしなきゃダメね、うん、あのダメだダメだとかって、そんなさ、なんかどっかの政党みたいなこと言ってんじゃなくて、地元に何を持ってくるか、うん、認める代わりに何を持ってくるか、どういうことを地元の経済のためにだとかさ、社会のためにとかって、国という政府という国の統治機構にどうやって応うるかってことを考えるっていうのは、本当は政治家ってそういう役割だと思いますよ。っていうか、あと役所の人っていうのは、官僚っていうのはそういうセリフをちゃんとトップに言うと、うん、いうのが、それは県庁のさ、お役人さんの仕事だと思いますけど、それが祭りごと収めるってことだと思うよ。ただまあ、そうですね、それは正論なんですけど、これはちょっと話が飛んじゃいますけど、私文書のことを調べてまして、あの気の毒なんですよ、文書って。何かあると、それ政治的な交渉に福井県って結構使っちゃったんですね。そうするとな、で北陸新幹線と何か文書がセットで動いてるんですよ、何の関係もないのにね。何のか、それちょっとやりすぎると、こんなもんだ、あんな悲惨なことになっちゃうんだなっていうことがよくもあるんで、石川さんの言ってることは正論なんですけど、ちょっと民主主義怖さ、だから俺そうなんだけど、危ないものもありますよ、やっぱりね、あのね今回のね、はい、そのね、なんていうの、希望の党のさ、公約もそうだし、なんだけど、あの精神論が多いんだよ。あ、まあそうね、何言ってんだか。だから安倍総理がね、よしあしは別としてさ、なんで2019年の消費増税を今問うのかってのは、いろいろ疑問はあるにしてもさ、教育無償化ってのは分かりやすいよね。簡単に言うとさ、幼稚園のあれをゼロにしようってわけだからさ、うん、簡単に言うとさ、それはお金の話なわけだよ。誰の懐が傷んで、誰の懐が軽くなる、温まるかってことが分かりやすい、うん、なもんだから、消費税は逆の意味で話題になっちゃうわけ、うん、ですけれども、なんかこうさ、あのなんていうか、リセットとかさ、うん、あのまあ、それは安倍さんもそうなんだけど、岩盤規制の打破とかさしがらみがない、そう、しがらみがなかったらさ全部人工知能だぜ、多い。ああ、まあ、確か、うん、それと人工知能ってつながってるのか、彼女の言う、分かった今、ようやく。そうじゃないんじゃない。でもさ、しがらみがなかったらどうやってさ、あの公認、その人を公認するんだろうねって思わねえ。まあ、あの党の場合、お金かもしれないですけどね、うん、思うけど、あとさ、なんかこれはテレビの出てるその高名な評論家もさ、しがらみのない政治賛成とか言うんだよ、これがまた。じゃあ、あんたはしがらみなく出てんのかと、そういう番組でと俺は思いた言いたくなるよ、俺。うん、まあいいや、はい、で、あの実 は今日の最初のテーマにあの移りまして、はい、CCS、 ごめんなさい、実は今日いろんな話が詰め込みすぎて申し訳ないんですけれども、一応話をまとめましょうということで、さっきの CCS って国が支援してるんですよね。あ、もちろんだって研究開発段階で、そうですね、でこれってどういう
この説明をちょっとまずしてみましょうか。エネルギー環境イノベーション戦略って言って、なんかものすごいいろんなところでエネルギーのことやってるけどさ、はい、なんで1個にしねえのかといつも思ってんだから、まあいい。あ、ではタイムスケジュールをやりましょうかね。この中で CO2 っていうの固定有効利用ってどういうものから動いてるのかなっていう。あ、これ竹内さんが用意した、あ、じゃあ僕が簡単に説明しちゃいます。細かい字だね、これ無事ポイントだけじゃ虫眼鏡がねえと見えねえよこれ、はい、ポイントなんか用意されちゃっててごめんなさいね。ただ一言、あのさっきの技術ってどうやって生かされてるのかっていう話、一番上の部分だけちょっと見ていただければと思うんですけれども、今基盤技術開発やって分かってます、そう分かってます、大丈夫大丈夫。あの2020年頃に今試験で30年頃実証、50年頃実用化しようっていう話なんですよね。ちょっと前倒しにお考えじゃないですかね。2030年頃に商用スケールの大規模実証って出てますね。ちょっとごめん、これ写さない方がいいかな、うん、ちょっと細かい話。写さない方がいいと言えば写しても多分読めない、読めないね、ごめんなさいね、あれ、うん、で今政府これもちょっと、実はですね、エネルギー環境イノベーション戦略ってこれを用意したわけではないんですか。あの、うん、まあ別に用意したわけじゃないんですけど、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、これ内輪のちょっと連絡ミスでごめんなさい、混乱しちゃってごめんなさい、はい、エネルギー、はい、2050年にね、はい、やっぱり 80% 削減っていうのを日本は今掲げてるわけなんですよね、はい、これあのパリ協定みたいな国際的に出した、はい、あの約束というわけではなくて、あくまであの国内で環境基本計画というものの中で閣議決定をされただけなんですけれども、はい、2050年に 80% と、なんか2030年の 26% も私先ほど非常に厳しいというふうに申し上げたんですけど、それってイノベーションがなくちゃ、確かにやっぱりそう、もう2050年80になるとさすがにこうどんな皆さんも、うん、これってちょっと省エネとか、うん、そういったことのレベルではないなっていう規模感だというのはお分かりいただけると思うんですよね、はい、なのでもう結局技術開発が肝ですよね、はい、で今まで、うん、あの今ちょっと変わった状況が起きてて、あの各国とも経済成長とあの CO2 の増加が横あのリンクしなくなってるんですけど、大抵リンクしてきたんですよね。そうですね、歴史的にはやっぱり GDP が伸びると CO2 の排出量っていうのは伸びてきて、でいいかちょっとね、はい、2、3年分かりやすく言うと 80% 減らすってことは経済を5分の1にするってことだったんですよね。今までは今の技術の延長線上で考えるとそうなってしまうので、はい、そこをこうデカップリングという形で、要は経済伸びるけど CO2 を減らすためには技術をっていうことですね。イメージ的に言うと現在の排出量約500億トン年間ですね。これを500億トン、すごいですね、世界でね、はい、世界でね、日本は14億トンですから、そうですそうです、日本それでもやっぱり日本小さいって言ってもやっぱりあの 5、6% は占めてるわけですね。いや、そんなにいかないですよ。14、ごめんなさい、3% かな、3% 強です、そうです ね、はい、それを約570億トンまで増やしたら、いや減らしていこうっていうのはやっぱりきついですよね。今がだいたい500億トンぐらいで、はい、それが多分これから経済成長、それから人口の増加、全体をちょっと引いて矢印を皆さん見ていただけますか、進んでいくので、ちょっと引いてもらえますか、ごめんなさい、ちょっと難しいかな、はい、見づらいかなこれ、ごめんなさいね、うん、これはちょっと、まあ、のお見せしてもあんまり、そうですね、矢印だけって思ったんですけれどもね、うん、であの既存 の、 あの技術だと結局その経済抑制しない限り、はい、あの CO2 の排出量減らないので、やっぱり技術で開発が必要だよねと。で、うん、特にやっぱり日本が貢献していく、世界で貢献していくっていうのは、例えば、まあ、14億トンを、まあ、12億トン10億トン、はい、6億トンにするっていうことではなくて、やっぱりこう日本が提供する技術で世界のその500数十億トンを、うん、減らしていくっていうことに貢献をしようというようなことをやっぱり目指したいということで、政府はあのパリ協定のできた後にですね、いろんなこの技術開発計画書いているという状況なんですけど、国でやるのはやっぱり経産省になるわけですよね、まあ、いろんなところが絡みますけれどもね、はい、内閣府がまあ計画取りまとめ今ちょっと3つプランが走ってるんで、ちょっと屋上かな、重なりすぎかなと思うんですけれども、うん、でまあ大体言うと本当省エネ、蓄電池エネルギー、あとエネルギーの作り方ですね、
それに加えて CO2 固定化も重要な条項になってる、重要な有望分野って指摘されてますよね。まあ、そう有望分野を挙げてそこに集中的に一応予算を投下するようにしていきましょうっていうのが、まあ、この計画を書いた意義なんですけど、うん、それでもやっぱり相場の的にどうしてもなっちゃう。で、私水素燃料電池戦略協議会というこの経済産業省の水素に関する委員会の委員とかにも入ってるんですけど、はい、まあ、水素を活用するにも例えばオーストラリアの石炭で、まあ、火力発電をやって、はい、そこで CCS をやって CO2 を埋めちゃって、うん、でできたその電気で水素を作って、うん、その水素を日本に持ってきて持ってくるっていうようなこと、それで大規模な発電に使うとか、うん、そういうことを考えていたり、まあ、もっと長期的に言うと再生可能エネルギーがすごくたくさん入った時にはその余剰の再エネを使って水素を作るとか、うん、まあ、いろんなこう作り方なり運び方なりっていろいろあるんですけど、やっぱりどうしても相場な的になるんですよね。なるほど。でなんか、まあ、今 EV か FCV かってね、いろいろ言われてますけど、それ議論変わっちゃいました。特に変わらないですか？ああ EV がこの1ヶ月ブームになりましたけれども、まあこの、まあ、でもだそのこの2ヶ月か、そうですね、今年前半のその委員会で、まあ、私の方もね結構世界の潮流やっぱり EV だと思うし、はい、そのFCV とかが技術がやっぱり安くなって国民に普及するためには世界で売れなければ安くならないわけですよ、うん、はい、なので世界で採用される技術っていうところにやっぱり乗っていかないと、ガラパゴスだとどんなにコストダウンの努力してもそれ安くならないのでという話は、うん、まあ、してたんですけれど、世の中のが動いちゃったっていう感じかな。まあ、でもまあ場面によってね使い分けっていうところも言われているんですけど、また FCV は消えたわけではないですから、ね、消えたわけではないんですけど、ただなんだろう、じゃあ FCV にものためのね水素ステーションにもコストかけて、うん、EV のステーションもこれからコストかけていくっていうようなことになると、両方張る体力って日本にあるんでしたっけという感じですね。実は省エネ、蓄エネ、総エネって石原石川さんが15年前担当した分野ですよね。一人で担当してたんですよね、これの。どうやって？これ省エネ、蓄エネ、総エネって石川さんが担当してたんです。いや、僕は省エネ担当したことはあんまないですね。蓄エネと総エネの方かですかね、新エネ化にいた時。いや、新エネ化にいたことなくて、新エネ再生エネルギーの担当課長補佐だったのであって、なるほど、あの電力部門のね、そこから比べると一気に華やかになってはいるんですか？いや、よくこんな風に来たなと。ただ相場な的になっちゃうんですかね、今のお話からするとですね。それね、なんでかというとやっぱりね、みんなというか仕事を探しちゃうんですよね。仕事を探しちゃう、うん、これはね、役所の人が自分で探すっていうのもあるんだけど、大概民間サイドからこんなのもありますありますってこう来るわけですね。ネドを通じて来たり直接来たりして、そうすると割とね、経済産業省みたいな組織というのはみんな見てしまうんですよ。いらっしゃい、いらっしゃいみたいな。まあ、国の、ね、サポートとしては役割としては当然、なんていうんでしょう、そうですね、今市場ではどうにもならないものを技術に対して将来性があると見込めばそこにサポートをする、補助をする、はい、で基礎技術というのは、はい、そういうところが国の役割なんで、まあ、相場の敵になるっていうのは、それは当たり前のことだとは思うんですけど、うん、ただあまりにもそれがね、やっぱり選べないということになると、うん、これ全部の技術開発に国の税金貼っていくっていうことは、お金足りないんだよね。足りないわけですよね、足りないんだよ。あと、まあ、今の FIT って本当イノベーションに金がかかんないんですよね、あれね。FIT、再生可能エネルギーの普及政策であっていう、そう、ね、既存のものにはドバーって金が、既存の技術に金が出るから、これをなんかどう、こっちの方になんかフィットはだけどね、ほんとね、始末悪いっていうのは結局太陽光、うん、まあほとんど太陽光じゃないですか、フィットね、今はね、うん、太陽光、まあ、風力もそうなんだけど、うん、もう太陽光なんてだって2012年からもう世界の市場価格なんて5分の1ぐらい、うん、この間アメリカ行ってさ、アメリカの風力団体に聞いたらさ、アメリカはもうここ10年で10年だか8年だか忘れたけど6分の1に下がってるんですよね、うん、それは発電の発電コストが、ね、買い取り価格じゃなくて発電コスト、それイノベーションで起きてるんじゃないですよね。
叩き合いとですね量で増えてるわけですよね。まあイノベーションも多少はあるんでしょうけども、いずれにしても太陽光パネルの発電のコストというのは、太陽光発電コストというのは下がってると、うん、で世界ではね、うん、でよくね、まあ日本では当たり前だって高値買取制度があるんだからさ、発電コストを下げるインセンティブが働かないんですよね、うん、だからやっぱりあれに兆円単位の金が流れてるんだったら、なんかこっちと結びつけられないかなっていつも考えるんですけどね、うん、イノベーションにです。いやだから僕なんか言い始めてるのは再エネ賦課金を、うん、の使途をね、あのあれですよ、まあ、ビジネスだから儲けんのは構わないんだけど、そうじゃなくてやっぱり再エネ賦課金の中に課税しちゃって、エネルギー税制かなんかしちゃって、送電網投資だとか蓄電投資だとか、うん、R&D とかそういうふうにやらないと、あのこのまま太陽光パネルの価格が下がっていくでしょ、それで新しくやるでしょ、うん、だけどまだ未認定未稼働案件たくさんあるわけじゃないですか。それが全部稼働するって、まあ、全部は無理かもしれないけど、やった時に相当こう利罪があって、うん、でそれ自体はビジネスだからいいんですけど、そのためにやってるわけじゃないからね、うん、再エネ事業者をさ、その昔のさ貸し企業の過払い金じゃねえけどさあの5点作らせるためにやってるわけじゃないから、これそうなりつつありますよね、うん、イノベーションに使えればいいんですけど、ちょっと僕もあのだから石どうやって柵があるんだって言われると困っちゃう。いやだからそれは賦課金の中から課税するしかないと思う、はい、けど契約変えちゃったらやばいですよ、ね、国民負担は。いやいやそれはできることとできないことがあるね、うん、ただ日本の内閣法制局を通そうとすると既得権の剥奪というのは極めて難しいんだよ。でも課税を新たにするというのは既得権の剥奪ではないですよね、うん、課税はあり得る。だから再エネ賦課金の中で再エネ事業者に対して再エネ課税というのは概念的にはあり得ますし、それはおそらくあの日本の民法体系の中でも実現はできそうな気はする、うん、けれどもそこまでやる度胸があるかどうかって言われたら、やっぱり周りでギャースかギャースか言わないと日本政府だって国会だって動きにくいだろうな。けれども、ね、さっき政治はなんか具体論がないって言ってますけど、この技術開発もソサエティ5.0 とかですね、なんか新たなシーズンの創出とか、なんか横文字が並んでるんですけど、今一つピンとこない技術ばっかりですよね。 CCS がようやく動き始めたかもしれないですけれども、こうなっちゃうなかなって、はい、そこら辺あと地熱とかね、うん、ポツリポツリ種みたいなのは地熱発電とかもやっぱりありますし、はい、だからこういうの捨てるわけ、総合的になるけど、まあ捨てることもないんですけど、ちょっともう一つ絞ってほしいなっていう竹内さんの感想。あとはまあ例えば再エネもそうだし、原子力も立地市町村というのは実は限られてますからね、日本で数えるぐらいしか立地してませんから、はい、県単位で見ると、はい、そうするとさっきの新潟の柏崎じゃないけど、原子力でまあ再稼働してそれでの収益を上げるぐらいの稼働率にするならばよ、うん、そこで儲けた金というのは、うん、やっぱり将来の電力技術的な将来的な投資の研究とか、うん、そっちに回すというような、そういう拠点を新潟に作るとか、うん、そういうことを首長さんっていうのはやるんじゃねえの、うんうん、まだ日本が強いところってありますよね。まさにあの、首長地方でも地熱とか原発に加えて風力発電の洋上とかですね、また日本の技術とかエネルギーマネジメントとかまだかなり世界の方でうまくいくといいんだけどさ、はい、なかなか地熱はここでもね一遍取り上げさせていただいて、ただ地熱なんだっけ、今回の17年のフィットで十何件出てきまして、ようやく開発が始まったみたいですよ、5年間止まって。まあ、ただ量は少ないですけどね、量は今だって、はい、今全体で火力発電の1分の半分ぐらいですよね。そうですよね、40万ぐらいかな、うん、50万50万だって日本全国からしたって今55万キロあったわ。ごめんなさい、さすが入ってますね、うん、ようやく十何件入っても、まあそれで倍になれば御の字ですよね。まあ地熱は夢があってね、ポテンシャルも一応あるってことになってるんだけど、はい、世界の統計見てももうその他の中の一番下だもんね、うん、地熱ってあの、うん、なんかジオサーマルね、まあまあごめんなさい、うん、ちょうど時間が来ちゃいました。すいません、今日は相場の的に逆になっちゃいまして、はい、次はですね、はい、12日だから工事後ですね、工事直後ですね、はい、はい、村上さん、はい、OECD の、はい、の村上さんに来ていただいて、また海外事情をちょっと伺えればと思ってますので、はい、というわけで竹内さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。また来週。